準決勝グループ B2 本目、松本暁。それでは準備は OK でしょうか。 OK です。松本暁のパフォーマンスです。用意スタート。皆さん手拍子をください。さっきよりもでかいやつ。3分間リズムを僕にください。お願いします。お願いします。もっと強く、さっきよりも強いやつもらえないと3分間経っちゃいます。ありがとうございます。聞いてください。なんでこんなことやってるんだって。熱いお湯が入った鍋を持って走ってる。ガタガタ道に足がもつれ、パシャパシャ手にかかる。その度に熱ってなる。なんでこんなことやってんだっけ。人から言われたんだっけ。自分から始めたんだっけ。隣を見たら似たようなことやってるやつがいる。熱湯の入った洗面器を持って、なんでそんなことやってんのって言いたくなるような必死な顔して、走って走ってどこへ。なんでこんなことやってんだっけ。皆さん、ゴールデンウィークも明日までですね。明後日からまたお仕事ですね。でも仕事大変ですよね。僕もこの間さ、上司に呼ばれて、何かと思えばお前右のものを左に置いてたよって。どうでもいいじゃんそんなことって思うんだけど、言い出せず。はい、すいません、気をつけます。なんでこんなことやってんだって。世知辛いよ、競争社会。競争相手は同僚や同期。足の引っ張り合い、蹴落とし合い、顔では笑い、裏で陰口。おばあちゃんに嘘はつくなって教わったのに、食うためにやってるはずの仕事のストレスで飯が喉を通らなくなり、生きるためにやってることなのにどんどん生きづらくなってくる。なんでこんなことやってんだっけ。夜になったらなったで、こうして死ぬか生きるかみたいな顔して、人前でマイク握って、夜には一人反省会。心の休まる暇がない。でもこれ以外の生き方を知らない。なんでこんなことやってんだっけ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 。どうもありがとうございます。松本暁1本目のパフォーマンスでした。